0088-8308-001、出たら呪われるといった電話番号はたくさんありますが、中には電話に出ただけで脳出血でするという超ヤバい番号が存在するそうです。出ただけでその場で死ぬという恐怖の番号とは一体、詳しく見ていきましょう。問題の電話番号は 788-8308-001 とされていますが、他にもいくつかパターンがあるようです。すべての番号に共通していることは、電話番号が赤文字で表示されているということ。この番号は2007年頃にパキスタンでも問題となった電話番号で、絶対に出てはいけないと国が警告したとかしないとか、万が一出てしまうと電話から放出された特殊な超高周波によって電話に出た人を死させる意欲を秘めているとの噂です。超高周波といえば、電子レンジで物を温めるために必要なものですよね。人間を電子レンジでチンしてしまったら、体中の細胞が爆発して死亡します。そんな危険なものが電話から発せられたらどうなるかは想像できますよね。ちなみにケニアではすでに27名もの人が死亡したとも言われています。政府が警告を出すまでになったこの番号、真相はどうなのでしょうか。そこには衝撃の事実がありました。通常赤い番号と呼ばれている電話番号ですが、実はフェイクであり都市伝説であると言われています。もともとはケニアで出てはいけない電話番号ということで、チェーンメールが出回り、人々を恐怖のどん底に陥れる事態になったみたいですね。実際に事態を重く見たケニア政府が、メールが届いても無視するようにと警告を発する事態にまでなったみたいです。また電話会社の発表でも、携帯電話から人体を損傷させるようなレベルの高周波を出すことは技術的にも不可能と存在自体を否定しています。一体誰が何の目的で流したのでしょうか。真相は闇の中です。